メラに近づいてください。お、いい感じ。みんなの絵かっこいい。聞こえますか？聞こえたら丸お願いします。いいかな？はい、ありがとうございます。これからバスのラッピングに使う絵を越智弘さんと一緒に描いていきます。2時間と短い時間ですが、みんなで楽しく絵を描きましょう。今日はみんなミュートにしてもらって、発言するときは手を挙げてください。いいですか？あと今日の様子を市や越智さんの SNS へアップしますのでご理解ください。それでは越智さんにバトンタッチします。皆さんこんにちは。おはようございますだね。ご飯食べましたか？ご飯食べた？じゃあ今日は、みんなとまたね絵を描いていこうと思うのでよろしくお願いします。今日は実際にバスの千曲市のバスのラッピングになる作品を描くんだけれども、どんな風にあのバスにラッピングされるかっていうところから説明したいと思います。じゃあね、黄色い絵を描いた人がいるとする。これはみんなの誰かの絵だとする。それでこんな感じの絵を描いた子がいるとする。でこんな感じにピンクの絵を描いた子がいるとする。そしたらこれをこんな風につなげます。あのデザインの中でこういう風につなげて、例えばこれが上にこう重なる時もある。だから、120人ぐらいの、皆さんと今回ラッピングをの、バスのデザインをするんだけれども、みんなの絵がそれぞれこんな形であのそのデザインの中に貼られます。なのでみんなの絵はバスの必ずどこかにあります。バスの、ね、完成予定はだいたい来年の2月になったら必ずバスの中にみんなの作品があるので、また自慢してください。いいですか？これはチューブのピンク。もちろんチューブのピンクを置いてもいいです。そのまま使ってもいい。あまり水をのせないとカサカサします。じゃあ水のせるとどうなるか。ほわーっとします。でね、これをね、雑巾で拭いたりしても面白いからね。こうやって淡い色ができたりします。いろいろ試してみてね。で、さっきも言ったけど、これ乾いたら違う色乗せてもピンク浮いてこないから。だからあ、なんか画面が汚くなっちゃったな、なんか違う絵になってきちゃったなと思ったら乾かして違う色を置けるから、あの失敗しちゃったどうしようって思ったら手挙げてくれてもちろんいいし、あの焦らなくて大丈夫だからね。で、よし、じゃあこの絵はこんな感じにしようかな。好きな色を出してみよう。使わないかもしれないけど、ちょっと出してみようかなっていうのも OK だし、この色は絶対に使いたいっていう色も OK だし、なんかこれとこれ混ぜてみたいなっていうあの色も OK です。とにかくたくさん色を出してみよう。でね、あの注意するところは、あの絵の具はね固まると、落ちないって言ったんだけれども、パレットの中でも使えなくなっちゃいます、固まるとね。なので使う分だけ、できるだけ、まあ、1センチぐらいとか出して、で足りなくなったらまた足すっていう風にしていくと、あの固まって使えなくなることないかなと思うので、あの1つの色はあまり出しすぎなくて OK です。かずきくん、なんかある？
思い出した？うん。あ、手でも描いていいよ。で、手で描くときにやっぱりあの色が混ざっていくとグレーになったり黒になってしまって、あの混ざりすぎちゃうことがあると思うから、そしたらあの手を洗いながらやってください。また乾いたらね、あのその上に色ものせられるから。できるだけカメラに近づいてください。お、いい感じ。みんなの絵かっこいい。はい、行くよ。じゃあ写真撮るよ。はい、チーズ。で、また会おうねってことで、私はこれでバイバイしちゃいます。ありがとうね、今日楽しかった。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい、お世話様です。はい、こんにちは。今、長野県の千曲市に来てますけども、はい、もう誰もが知っています星さん。はい、こんにちはです。はい、こんにちは。今日は、はい、Zoom を使って、はい、絵を描く練習をしていたと思うんですけども、はい、今日はですね、あの千曲市の循環バスの新しいバスにあの子どもたちの作品がラッピングされるということで、あのその指導として、はい、あのバスのラッピングに使う作品を、子どもたちと制作しています。なるほど、はい。まあ、循環バスと言いますと、はい、星さんはもう2度目ですか？あ、そうですね。あ、こんな形であの2度の機会を与えてくださって本当に光栄に思います。なかなかあの街を歩いていてもバスがこう通ると思わずこう振り向いてしまうようなそういう印象が良かったのかなと思うんですけども。あ、そうですね。なかなかないバスで、あの本当にあの明るいバスに なりまして、私自身もとてもあの、まあ、バスに会ったりすると嬉しいですし、あの嬉しく思ってます。あ、バスはこのまま子どもたちの作品がバスになりますので、はい、あのそこら辺も必ずあの子どもたちの絵がどこかにはラッピングされますので、うん、あの私自身の作品は今回あのバスの中にあるというわけではなくて、あのワークショップをやらせてもらって、そのワークショップで制作した作品があのラッピングされるという形です。いえ、私は指導だけで、これからはデザイナーさんがあのデザインしていくので、はい、ここまでが私の仕事です。なるほど、はい。今日は Zoom を使ってやってみてどうですか？あの感想は。あ、そうですね、あの初の Zoom の授業が今回あの私自身も初の授業なんですけど、あ、こんなに、まあ、スムーズにというか、こんなにあの、まあ、うまくできないかなっていうふうに最初はちょっと思ってたんですけれども、はい、それでも、まあ、子どもたちとこう、まあ、授業一緒にやれたっていう感覚に、まあ、私自身も慣れたので、こういうこともまあ増えていく社会というのに慣れていきながら、まあ、会ってこう直接あの、まあ、なんて言うんでしょう、授業していくことも大事にしながら、あの、まあ、どちらも大事にしていく社会になっていくのかなというふうに思ってます。アクリルの絵の具を使って、まあ、色 その構成から説明に入ったと思うんですけども、はい、授業の方はうまくいったんでしょうか？あ、そうですね、あの楽しかったです。午後もまだ残ってますけども、はい、ぜひあの頑張ってください。はい、ありがとうございます。カメラに近づいてください。お、いい感じ。みんなの絵かっこいい。はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。はい、こんにちは。今日は今長野県の千曲市に来ておりますけども、はい、今日はなんか特別なこの絵を描くイベントがあるということでやってきました。はいはい、そこを担当されている方に来ていただいておりますので、ちょっと自己紹介お願いいたします。はい、私は千曲市役所、はい、生活安全課の、課長をしております宮沢と申します。宮沢さん、はい、どうもこんにちは。あ、こんにちは、お願いします。今持っているその、チラシは何でしょうか？はい、これはですね、千曲市循環バスラッピング大作戦のチラシでございます。循環バスのラッピングですか？はい、これはですね、
市内を走る循環バス、今年新しいバス購入するんですけれども、このバスにですね、ラッピングをして、市内を走っていただくと、こんな企画でございます。で今回はもちろん越先生の監修が入るんですけれども、まあ、小学生の皆様の絵をメインにということで考えました。よりね市民の皆さんに親しんでもらえるようなバスにしたいなと、こういう願いでございます。そういう意味ではすごく楽しみですね。そうですね、完成が今から楽しみです。いつ頃の予定なんですか？はい、予定はですね、来年の2月を予定しております。なるほどなるほど、はいはい、今日はちょっとコロナ対策ということでマスクもしておりますけども、はいはい、リモートでやっております。イベントも頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。